箱のようになっているもの、このお菓子群も先払いのシーシーという掛け声で、両足を左右、そして両手を左右いっぱいに広げて、鳥ゲームと同じように大きな空足を踏むわけでございます。この所作を3回繰り返しますので、どうぞお楽しみください。さあ、社殿前の井野総大長に注目をいただきたいと存じます。高く上がりました。大きく1回、2回、3回。さあ、準備整ったようでございます。高い上地を持った12名のメンバーが一気に階段を駆け上がります。右手前が小菅博之さん、右手後ろが渡辺浅見さん、この方も女性でございます。そして左側に移ります。左の前は東春夫さん、そして後を引きますのは松本康則さん。以上この4名で馬の手綱をしっかりと持ってですね、操ってくれます。19番の階段が、2頭の5時場が無事に上がれますようお祈りしたいと存じます。1回、2回、はい、最後の3回目が大きく振られました。はい、はい、行きましょう。はい、はい、よっしゃい、よっしゃい、よっしゃい。いよいよ御陣場のご準備の準備が整いました。はい、最初の御陣場、クリオスチェンジでございます。オスの19歳馬でございます。さあ、御陣場、ひなわ獣保存会の皆さんと、そして秩父猟友会の20人皆さん、40丁の準備も整っております。
ちょっとこうか。